サバゲーハマってるね。今年、去年か、去年から始めたサバゲーの、うん、もうガチハマりしてしまいまして。装備もや揃えたんだっけ？一式一通りね。自分のやつを、レンタルじゃなくて。あ、自分の。自分のやつを。まあ、親戚の、その、誘ってくれた人からのお下がりもあるけど、うん、いろんなの。もう完全に自分のやつだ。うん、じゃあ、サバゲーのグッズ全部身を固めて僕自身は来れるわけだ。多分それで来ると、警察の人いたら捕まる。うん、あ、捕まる。止められる。職質されるらしい。へぇ。迷彩服とか。言って防弾チョッキみたいなキャリーケースとか、うん、あとガンベルトとかしてホルスターとか横についたりしてるからでフェイスガードのゴーグルの帽子だから、なるほど、さすがに怪しいんだ。ダメだわそれで来るのは。現地で着替えるしかない、うん、体を動かすんでしょやっぱ。そうで、この絵のやつのエピソードが、うん、初サバゲーの日に、うん、初心者講習って必ずあるんだよ、うん、サバゲー、うん、今日初めての人っつって、はい、で 5,6 人いてその人たちだけで、まあ、ルールなしのちょっとやってみましょうやみたいな遊びゲームがあるんだけど、うん、まあ、その時に初めて、普段動かないから俺、うんうん、もうしゃがんだりかがんだりこう、うん、物陰隠れたり走り回ったりして、うん、まあまあ5分ぐらいのバトルなんだけど、うん、その間5分全力で動きすぎて5分経つ前にもう酸素足りなくなったのか、うん、もう世界グワングワン回っちゃって、うん、もう服脱いで装備脱いでもうステージの角っこで俺吐いたんだ。これ吐いたいか、そうゲロしちまって土食ってんのかと吐いたい土じゃない、もう急激に動きすぎちゃって、もう初サバゲーの日準備運動とかスクワットとかしなかったんだよ。必要なんだな、うん、いや逆に必ずアキレス腱伸ばしたり。結構やっぱ運動量高いんだ。そうもうほんと岩の下とかに、うん、岩に隠れるようにしてもうしゃがんで銃構えてこう隙見て出たりとかするから、かなり運動量は、いやーゲームみたいな動きをやっぱするわけでしょ。そうしないと現実で、うん、だからもうほんと右リーンみたいな。そうそれはかなりの運動量だわ。右で左はもうスイッチングして左リーンとかでやるんだけど、うん、なんかその割には全然痩せないよね。ああその分お昼食ったりしてるからな。あそっかまあでもそっちは健康っちゃ健康なのか、どうせなら動くからな。うん、でこのサバゲー終わった次の日、うん、初サバゲーの次の日が全身すげえ筋肉痛でベッドから起き上がれない。で家の階段もまっすぐ前向いて降りれなくて、うん、もう後ろ向きでハイハイしながら降りないとダメとかで、もう筋肉痛が後ろ向きでハイハイしながら降りたの。降りる階段を。そう降りれないんだよ、足筋肉痛で動かなくて。すごい運動なんだな。そしたらそう全身に来るぐらいなんだね、うん、もう手も足もお腹周りとかも。わー大変。でも、まあ、人間ってすごいのか、次の週、うん、2週あ1週間後か、うん、行ってその次の日は全然ひどくない。そうでもないんだ。なんない。なれるんだ、うん、大したもんだなと思って。人間負荷になれるんだ。うん、ちょっとの腕の筋肉痛あるかなぐらいで、足はもう全然筋肉痛ならない。まあ、普段動いてない、うん、っていうコメントは多分その通りで。その通り、その通り。動いてないんだろうな。動いてないからなおさらよ。僕はね、うん、2日に1回ぐらい、2日、うん、深夜2時とか3時にコンビニ行くから、はい。だいたい、人誰もいないでしょ？うん。超全力ダッシュで行く。わかる？ああコンビニまで、うん、秒数自分の頭の中で測って、うん、今のところ最短記録が5秒。はい、めっちゃ早い。いかに早くつけるかだから、はい、ドアガチャンから、そう1,2 で5秒でもうコンビニあたりまで。そうで雪降るとさ、うん、路面凍結するから、うん、タイムガタ落ちするんだよね。走れん、危ない危ない。今20とか30秒危なくてよツルツルだからさ。で僕夏靴履いてるでしょ常に。あだ死ぬんだよ、うん、転んでやばいよ、危ないわ。ベストタイムは5秒。ブルもうアニメみたいな足になるじゃん。ウサイン・ボルトと同じくらい速いと思う、深夜の僕は。マジでだ残像出てるもん僕、速すぎて。でそして、はいはい、走ったら、うん、僕も走り始めの時は確かに筋肉痛だったけど、うん、多分2回目ぐらいからはもうなかった、はあ、中岡と同じだ、慣れるんだ、うん、普段か超早いよ。
5秒は早いな。コンビニまでどのくらい離れてるかって、え100メートル以上離れてる。だからウサインボルト並みの速度が出てるんだ。間違いないって。絶対そうだって。ただタイム測ってるのは頭の中だから。まあまあまあそうだ。正確な秒数ではないというお断りはしておくけど、うん。体感5秒か。うん。100メートル絶対あるから。ある。爆速だよ、マジで。しかも直線ではない。そう。多少曲がるよな。そう、カーブが3回ぐらいあるから。うん。そこキュッキュッキュッって90度で、ソニック、頭ならソニック。片手、地面につけながら、こう。コーナリングしてるみたいな感じか。ドリフトしながら。うん、まあ、イメージとしてはね。うん、実際はおじさんが走ってるだけだから、そうじゃないかもしれん。僕のイメージはソニックなんで。はい。ソニックザヘッドボックなんで、僕は。気持ち悪い。コンビニついてハーハー言いながら入ってくるだろ。真面目にコツコツ今年も頑張りますと、うん、真面目にコツコツやるのが一番いいっすよ。はい。過度な期待はせず。そうだな、うん、寂しい終わり。それでいいのか最後。別にいいじゃない、まあ、過度に期待もやっぱ欲望は必要だよ。だまだそうな。でも運勢がさ過度な希望はって書いてあったから。いやそれはさ、なんかさ、運が良くてさ、うん、こんないいんかってなった時にいさめるべきだって。おお、なんか別に今大していいことないじゃん。おせちも失敗してるし。まあおせちは去年だからな。ニューロも失敗してるし。ニューロも去年だから。失敗続きの人生でいさめたところでさ、それ落ちるだけだぜ。はい。なんかいいことあった時にいさめようや、うんうん、そ宝くじで1億当たった時とかに、うん、いやこれ以上は調子こくなみたいな、それはわかるんだけど、はいはい、今いさめてもただしょぼくれじじいが出来上がるだけだろ。僕はあまりおすすめしないな。いつも通りの、うん、俺で行こうということで、今は元気を出すべきだと思う。わかりました。大していいことなかったんだから、おせちはミスってるし。しつけえな。おせちバカにすんなよ。おせちはバカにしてない、うん、あ俺バカにしてるの。おせちはバカにしない。もう楽しく食えたからいい、うん、ということにしようや。いやー、1万2000で伊勢エビ1匹買ってこい、次回は。いいな。ドンと。それで多分いい。生のな。うん。あと別におせちって別に、そこまで、うん。決まりもんじゃないんでしょ。うん、あと栗きんとんぐらいだろ。数のこと。栗きんとん入ってなかった。栗っぽいのあった。あれ、ペーストか。そう。じゃあ、伊勢海老と、そうだね、伊達巻きと、数の子みたいなのをコンビニ揃うから、いいね。伊勢海老のハッタリがでかいはず。そう。で、バキって割った時に、うん、身がプルンって出る瞬間が、縁起いいのよ。そうよ、うん。それを期待したんだよ。そうすげ。バキって言ったらパラっつったからな。あれ入ってねえぞ、みたいな。で、ほぼ空洞だから。トイレットペーパーの芯かと思って。取られたんじゃないな、多分。でも、ほじくったらなんか味噌っぽいのが出てきたんだよ。身は耳はもうだからビーフジャーキー。誰か食ったんじゃない途中でおじさん。割れてなかったから。おせちのおじさんが食べてったんだよ。